これで思う存分ぶつけられる、この力、この怒りを。終わりか。面白くなってきたじゃないか。お前も、お前も楽しんでいくのだな。何が起きてんだ。規模が違いすぎて。どんなに綺麗事を言ったところで、やはり本質は私と同じか。解き放たれた気分はどうだ。我々は誰よりも自由。兄さん、僕はなんて愚かなやつなんだ。ほんの一瞬でもこの暴れる力に流されてしまうなんて。情緒不安定なやつめ。そんな様子ではどこまで行ってもお前は私までたどり着けまい。私が世界一だ。どうしてあんたの人生はそんなに虚しいものになってしまったんだろう。でも僕にはその生き方を責めることができない。あんたは運が悪かったんだ。ふん、何を言ってる。私ほど運に恵まれた者は他にいないだろう。天が与えたこの力、お前たちは世界の主役である私を引き立てる早くに過ぎない。そうか、だったら足りなかったのは運じゃない、縁だ。何？あんたの世界にはあんた一人しかいなかったんだ。圧倒的に孤独な人間。僕にもわかる。思い出したくもない孤独な世界。わからないな。なぜ泣く必要がある。信じてもらえないかもしれないけど、本当はあんたも傷つけたくないんだ。どうなってんだ。俺様に聞くな。社長。